はい、皆さんどうもこんばんは、ワイテナイト、ワイテルズの中目です。はい、このワイテナイトは中目がやりたかったラジオを中目が中目のために中目自身で進めていくという自己満足極まりないやらかし寸前のラジオとなっております。ついに第9回でございます。ねえ、2桁の10に到達するのも残すはあとこれとこの回と次の回ということで、ねえ、もう早いもので、もう過去に自分は8回もこのワイテナイトをやっているのかと、ちょっと感慨深い気持ちもありますけれども、そうですね、もう進めていきたいと思います。で、まあ、このオープニングトークではいつも僕のプライベートの話や、まあ、実際のリアルで起こったことなんか、まあ、どっちも同じ意味ですけどね、あの最近のタイムリーなちょっと話をさせていただいてるんですけど、なんでしょうね、最近はあれですね、夏休み特別毎日投稿企画現在進行中ですね。で、一応ワイテナイトはそこには含まれていないので、僕の自己満でやってる企画ですので、これはもう特に動画1本という数えではなく普通にアップしますけど、いや、毎日たくさん結構いろんな動画が出ると思いますので、この夏休み、そうですね、ワイテルズを応援してくださっている皆様、楽しんで見てくださっている皆様には、とても楽しんでもらえる夏休みになるのではないかなと僕は思っております。で、もっとタイムリーな話と言いますと、ついに僕とキリアンがね、企画したエスケープという病院から脱出する自作の脱出マップの企画がようやく最終回を迎えて、で、多分近いうちにその後日談も上がると思うんですけれども、キリアンと僕とシャー君の3人で撮らせていただきました、後日談をね。こう、僕とキリアンがこういろいろ構想していた段階で、まあ、こんな感じになったらいいなみたいな、こういうの作りたいねみたいな話もちょっと入れてはいるので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。そうですね、あとモンハンが楽しい、PC 版のモンハンが新しく出て、金時と僕とシャー君とブルックの4人でやってるんですけど、まあ、金時とシャー君は全然初心者なんですけど、もう僕とブルークは過去にプレイステーション4版でやったことがあるので、なんとなくこう流れがつかめていて、まあ、全く分かんない人と言って、ある程度知識がある人っていう意味では、ちょっとこうバランスが取れてて、うまく回せているのかななんて感じはして、最近はモンハンにめっきりハマってしまっています。まあ、マイクラも好きですけどね。まあ、あとは、そうですね、今多分画面を見てお気づきの方も多いと思うんですけど、イラストが変わりましてですね、夏スキンバージョンのイラストをいただいたので、ちょっとそちらに変えさせていただいております。イラストを描いてくださった方、本当にありがとうございます。とても素敵なイラストで、そうですね、夏スキンをしっかり再現していただいて、夏らしい一作目のワイテナイトになったかなと思います。それとですね、新しくコーナーリクエストの方にちょっと面白そうなコーナーが入っていたので、ちょっとそれだけ紹介させていただきたいと思います。ラジオネームシャー君大好きさんからいただきました、ありがとうございます。中村さんこんばんは、ワイテナイト、こんばんは、ワイテナイト、いつも面白い動画をありがとうございます。新しいコーナーを考えてみました、ワイテルニュース。はい、動画内でもやってみたいと中村さんが言っていたのでどうかなと思いました。このコーナーではこれから出す予定の動画の宣伝をしたり、今まで出してきた動画の宣伝をしたりするコーナーですと。私はもうすべての動画を見させていただいたのです。出す予定の動画の宣伝を待つのですが、最近知ったよという方は今までの動画も知りたいと思いますとのことです。ちょっと僕もね、これは実は昔に言っていて、なんか湧いてるニュースとかできたら面白いなとか思ってたんですよ。まあ、僕が思ってた湧いてるニュースは結構なんかメンバーの近況だったりとか、まあ、なんかそういう話を、まあ、軽くね、こういろいろ情報が漏れない程度にするみたいなのをちょっと考えてはいたんですけど、確かに過去の動画の紹介をしたり、まあ、これから先に上がる予定の動画の話をしたりするのも結構面白いかなって今ちょっと思って、この企画はぜひ採用させていただきたいなと思っております。はい、早速今回からやってみましょうか。もうちょっとそれは後々コーナーとして挟みますけど、ワイテルニュースちょっとやってみますね。ありがとうございます。では採用という形で今日やらせていただきたいと思います。はい、まあこんな感じでもうちょっといろいろ話をさせていただいたんですけれども、オープニングトークはこれぐらいにして、それでは早速始めましょう。中野ワイテナイト、教えて中野さん。
はい、このコーナーは僕に聞きたい質問を集めて僕が答えていく、つまりはふつおたのコーナーです。たくさんのお便りをいただいているので、それでは早速お便りを読んでいきたいと思います。これかな、これにしよっ、ポエマーじゃない道夫さんからいただきました。ありがとうございます。中村さん、こんばんは、ワイテルズ。こんばんは、ワイテルズ。いつも動画楽しませていただいています。早速なんですが、ワイテナイトのアップが予定通りだと、約1週間後が私の誕生日になってるんです。今日かな？この5が8月、?8 月の12日かな？そこで、中村さんが今までで特に印象に残っている誕生日の出来事、エピソードはありますか？ちなみに私の誕生日エピソードは、高校の郊外での宿泊学習の時に、誕生日になった瞬間に隣の部屋の友達がおめでとうと言いながら部屋に押しかけてきたというものです。とても驚いた記憶があります。なるほど。ってことはあれかな、この8月のちょっと夏休み入ってるぐらいの時に、まあ合宿とかかな、時期的に多分、それから林間学校とかなんかそういうのがあるのかもしれないですけど、そういう時にこうバーってこう祝ってもらったということなんですけど、誕生日の思い出深いエピソードあるかな。特にね、そんなね、まあ、なんて言うんでしょう、女の子同士だったら結構おめでとうみたいにやりますけど、なんか男子ってそんなにやるのかなってちょっと思ってて、どうだったかな。僕はちょっと今パッと思い出すような、こうすごく印象に残ってる誕生日会みたいなのはないんですけど、まあ、強いて言うなら、高校の頃に誕生日プレゼントにいらないものを渡すっていう文化があって、その時にもらったプレゼントが、なんか映画好きの友達とかには、なんかお前映画好きだよなとかって言って、その白黒のモノクロの、そのなんていうんだ、サイレント映画で音が入ってないんですよ。で、字幕でこうセリフが全部入るんですけど、字幕ドイツ語で読めないみたいな、もうなんか鼻からわけわからん映画の DVD、 お前映画好きだよなとか言ってプレゼントしたりとかするような、あのメンツの中で、これはワイテルズじゃないんですけど、そのメンツとかの中で僕はなんだったかな、別に何か漫画が好きとか言ったわけではないんですけど、僕が一切読んだことない漫画の15巻だけもらいました。これが多分、まあ一番僕の中で奇抜なプレゼントだと思ってます。もらった中でね。そんな感じです。はい。次のお便りいきたいと思います。なごみ2525さんからいただきました。ありがとうございます。中村さん、はじめまして。こんばんは、いてないと。こんばんは、いてないと。最近はとても暑い日が続いていますね。私は暑くてもう溶けちゃいそうです。この暑い日はいつまで続くのでしょうか。そこで中村さんに質問です。中村さんは暑い日にどんなアイスを食べますか。他のメンバーの食べてるアイスも教えてもらえると嬉しいです。まあ、ちょっと他のメンバーが食べてるアイスはちょっとごめんなさい。わかりかねるので、ちょっと答えられないんですけど、僕は、ですね、スイカバー好きですね。スイカバー普通に好きで、夏っぽいって言ったら、夏っぽくはないけど雪見大福好きです。なんかね、わかんない、これ僕だけかな、なんかアイス何食べたいって言われても、その時の気分によってめっちゃ変わる人なんですよ。例えばめちゃめちゃフルーツ系が食べたい日もあれば、そのさっぱりしたガリガリ君みたいな、ああいう爽やかな味のものが食べたい時もあれば、なんかめっちゃバニラバニラしてるやつが食べたい時とかもあって、それはもう時々によるんですけど、大体はもうスーパーカップで、あとはさっぱり系だったらスイカバーとか、あとはなんだろうな、スイカバーだな、スイカバーしか食ってねえな俺。そんな感じです。はい、次行きます。ラジオネームひよりさんからいただきました。ありがとうございます。どうも中村さん、こんばんは、いてないと。こんばんは、いてないと。もうすぐ10回ですが、記念に何かする予定はないのですか。例えばワイテルズメンバーを読んでやったりとか、動画投稿編集頑張ってください、応援していますとのことです。なるほど、確かに10回だし誰か読んでもいいかもしれないな。じゃあどうしようかな、メンバーの誰か呼ぶか、一人。来たい人いるかな？ちょっと来週までに決めておきます。はい。次回か。次回までに。
はい、そんな感じです。なんで今は、まあ作ったんだろう。はい、次の質問聞きたいと思います。ラジオネームまいまいさんからいただきました。ありがとうございます。中村さん、こんばんは、いてないと、こんばんは、いてないと、いつもワイテルさんの動画を楽しく見させてもらってます。さて質問です。この前、血液型占いというものをやった時に気になったのですが、ワイテルさんたちは何型ですか？わからない、または忘れたという人の抜かしてももらっていいので教えてください。これからも動画投稿頑張ってください。何？なるほど。何ほどって言おうとした。血液型なんですけど、実は僕、自分の血液型知らないんですよ。多分最近はこういう人少ないと思うんですけど、なんかね、病院とかによってはそういうふうにこう生まれた時に血液型を測らない、血液検査をしない病院もあるらしくて、僕はその病院だったんですけど、多分血液型を知らないんです、僕自分の、未だに。なんか知ったらそうなってしまうような気がして、ちょっと自分では意識しないようにしてるんです。っていうのも、なんかこれは特に、文献を貼れるわけじゃないんですけど、ある研究でちゃんと心理学者が、その B 型はこういう性格、 A 型はこういう性格、 O 型はこういう性格みたいなのを結構その血液型占いとか、あとなんか本とかでも出てたりするじゃないですか。でもあれって本当に根拠ないらしくて、なんか社会風潮的に A 型はこういうイメージ、B 型はこういうイメージとか、 AB 型はこういうイメージ、 O 型はこういうイメージっていうのが、まあ、ざっくりこう出来上がってしまって、その自分が A 型だと分かると、やっぱ必然的にそういう風にこう、自分は A 型だからこういう風な人間なんだろうって、こう自分がこう思い込んでしまって、そういう人間になってしまうらしいんですね。でそのテンプレがどこから生まれたかは分からないんですけれども、そのもともと血液型によって性格がそう、なんて言うんでしょう、変わってくることはまずないらしいんですよ。なので僕は、まあ、自分がそうかわからないですけど、その極力血液型を知らない方が、まあ、なんかある種ありのままの自分でいれるのかなと思ってるんで、僕は自分の血液型は調べないようにしてます。はい、献血も行ったことないんですよね、だから血分かっちゃうんで、はい、ちょっとメンバーの分かんないんで飛ばさせていただきます。それでは次の質問です。ラジオネームゆいぴぴくんさんからいただきました。ありがとうございます。中村さん、はじめまして、こんばんは、いてないと、いつも楽しく動画見ています。ありがとうございます。早速ですが、私はエステティックのお仕事をしています。女性の美をサポートするお仕事なので、お客様は女性のみなのですが、この間何人かの男友達にも、俺もやってほしいと言われ、身近にこんな美意識の高いやつがいたなんて、と、驚きました。そこで中村さんに質問です。ワイテルズのメンバーでこの人美意識高いなとかおしゃれだなと思う人は誰ですか？また中村さんがこれからやってみたい、挑戦したいと思うことを教えてください。ありがとうございます。はい。なるほど。ちょっと挑戦してみたいことは何でしょうね。やってみたいこと。まあ、じゃあちょっとおしゃれだなと思う人の話からしますか。美意識はね、どうなんだろう。僕は別に高いわけではないですけど、お風呂上がったら化粧水は塗るようにしますね。これは美意識高いのかな。まあなんかね、こう深夜までゲームやったりしてると、やっぱ肌荒れとかもすごいですし、そこら辺はちょっとケアしないとなとはちょっと思ってて、ね、別に早く寝るという努力はせず、とりあえず化粧水で済ますみたいな感じではあるんです。で、おしゃれさで言ったら、言いたくはないですけど、多分僕が一番なんか服装には気を使ってるような気がします。まあ僕はそのワイテルズのメンバーと会うときは、多分向こうも僕と会うぐらいの認識なんで、そんな大しておしゃれはしてこないんですよ。別になんかよく見せようとかそういうのは全くないので、お互いに。なので多分お互いその会うときはそんなになんか服に力入れたりしないんですけど、まあ僕も別にそんな入れないですけど、なんでしょうね。自分はなんか結構服とかは、こういう服いいなと思ったらちょっと真似して着てみたりとかするようなタイプなので、なんでまあある程度ちょっと興味あるかなみたいな感じですね。まあそれだからって一番おしゃれかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ僕個人の話としてそんな感じです。挑戦してみたいと思うことはちょっと、なんだろう、今挑戦したいことあるかな。俺ギターもっと上手くなりたいな。最近ちょっとウクレレ弾いたりとか、キャスとかでもちょっと弾いたりしてたんですけど、そうなんか聴いてもらえる機会が増えたら、まあ、ちょっといっぱい練習しないとなみたいなこと思いつつ、ちょっとずつ練習を進めています。最近は。はい。そんな感じです。では次のお便りいきます。
中村さん、あ、間違えた、学生のんびり主義者さんからいただきました。はい、ありがとうございます。中村さん、こんばんは。いてないと初めて送らさせてもらいます。いつも動画楽しく見させてもらってます。では早速質問です。先週僕の友達でワイテルズを見てるよという子がいました。その子はあまり知らない子だったのですが、ワイテルズさんの話で仲良くなれました。で、その時意外だなと感じたんです。中村さん目線だとメンバーに対して意外だなと思ったことは何ですか？答えていただけると光栄です。はい、メンバーの意外だなと思うところ、キリアンだね。キリアンは意外だなと思うっていうか、ギャップがすごいっていう感じかな。なんだろう、あのね、意外、ギャップ、あ、スマイルだわ。圧倒的スマイルだったわ。なんか、すごいツイッターとかでも、なんかめっちゃ頭良さそうなこと言ってるじゃないですか。なんかもうめちゃめちゃベラ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 、こう、饒舌にね、こう語り尽くしてるじゃないですか、いろいろ。でも意外と喋るとコミュ障なんですよね、あいつ。いや、お前そんなツイッターとベラベラ喋れるんだったら、もっとハキハキ喋れよと思うんですけど。まあまあまあ、そこも、ギャップとして、僕は受け取ってますけど。スマイルは割と意外でしたね。なんか、見た目そんなになんか、ね、コミュ障な感じしないんですけど、なんかね、いざ喋ってみるとなんか、全然喋んないし、6人で飯食ってる時とか、6人で話してる時とかも、あんまり話に入ってこない。なんかずっと聞いてて、スマイルどう思うみたいな。あ、なんとかだと思うみたいな。理解みたいな感じの会話が多いですね。はい、それでは次の質問に行きたいと思います。シャークンさん、あ、忘れちゃった。ラジオネーム、ドラえもんさんからいただきました。ありがとうございます。シャークンさんの呼び名を知ってる限り教えてほしいです。シャケマル太郎などたくさん聞いたことがあるので、ぜひたくさん知りたいです。シャークンのね、呼び名ね、確かに俺らがいろんな呼び方してるからなんかいっぱい出てきてるけど、まずシャークンでしょ。こう本名シャー君、シャケ、これは英語表記にした時のシャーケンのところのシャーケを取ってシャーケになってますね。でシャケンで、あとはそれはシャークのシャケ、シャークをシャケにしただけで馬残ってるからシャケンでしょ。でサメン、これはシャークを日本語にしてサメにしてサメで、だけ残ってサメンあって、でシャケマル、シャケマルはなんか語感がいいから4文字になったシャケマル、でそれの派生でシャケマル水産、俺がよく読んでるシャケマル水産で、シャケマル太郎と俺聞いたことあるかもわかんないけど、まあ、シャケマル太郎きっとあるんでしょう。あとはあ、そんなもんか。そんなもんだ。あんまなかった。シャー君、シャケ、シャケン、サメン、シャケマル、シャケマル水産、シャケマル太郎。そんなもん？意外と少ないね。そんなもんかもしれないです。はい、次。ラジオネームノアさんからいただきました。こんばんは、ワイテルズ。こんばんは、ワイテルズ。最近は動画をお昼に出してくれて嬉しいです。部活で帰ってきて動画を見ると疲れが吹っ飛びます。これからもワイテナイト応援します。私は今年受験生なのですが、ずっと YouTube を見てしまいます。いつも夜遅くまで起きていてなかなか眠れません。そこで中村さんの受験生時代とおすすめの睡眠法を教えてほしいです。これからも動画投稿頑張ってください。応援しています。とのことです。ありがとうございます。そうですね。ちょっと受験生時代の話はね、あんまりするとちょっと金髪の人に怒られてしまうので、まあ、ちょっとおすすめの睡眠法の方だけちょっと僕なりに答えられたらなと思います。なんかね、睡眠ってのはどうやら、実際に眠りにつかなくても、目を閉じて体を休めるだけでも脳みそが一回休まるというらしいんですよ。というのも、やっぱり視界で入ってくる情報ってすごい多いらしくて、目を開けている状態だと、やっぱりこういろんなものが見えてしまいますから、脳の処理する情報量が多くなってしまうらしいんです。だから、まぶたを閉じて、まあ、視界を真っ暗にして、まあ、視界からの情報をシャットダウンして、で、しかも体も止めると。そうすると、脳が休まるんですって。だから、まあ、睡眠と同等とは言えないですけど、それなりの効果が得られるとのことです。で、まあ、多分なんですけど、目として体を動かさないでボケーっとしてたら寝ます。大概のことは寝、大概の場合は寝ます。よっぽど悩み抱えてるとか、よっぽどなんか課題に追われてるとか、なんか家が火事とか、そんなレベルじゃない限りは大概の場合眠れます。なので、
目をつぶる。何も考えず、あとね、これはね、意外と僕だけかもしれないんですけど、僕はいつも頭の中で、でっかい部屋に自分がいることを想像するんですよ。で、その部屋ってのは真っ白で、本当に壁には一切何も書かれてなくて、で、その、クソでかい部屋の中になぜか自分一人だけポツンっているっていうことを想像してると眠れます。多分ほぼぼーっとしてるのと同じぐらいのことなんですけど、なんかそういうなんか何もない世界を想像して目つぶって体動かさないで仰向けになってふがーってしてると、まあ気づけば朝になってたり目覚まし時計が聞こえてきたりします。そんな感じです。これが僕なりの睡眠法です。こんな感じかな。はい、ということで、皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続きまだまだたくさんのお便りお待ちしておりますのでよろしくお願いします。中野ワイドナイト、中野なんかいいじゃん。はい、このコーナーは、僕がなんとなく考えたお題に視聴者の皆さんからのなんとなくな答えを集めて僕がなんとなくで評価していくというバチボコに緩いコーナーです。はーい、ゆるくいきます。ここのコーナーはいつももう力を抜いてグダーっといきます。で、なんかちょっと進行の貸し方を考えたんですけど、もっとシャキシャキやってった方がいいかなと思ってて、シャキシャキやっていきます。はい、前回のお題がですね、出先でスマホの電源が切れたらどうしますかと、バッテリーが切れたらどうしますかというお題だったんですけど、結構いろいろファンキーなお題が、ファンキーな回答が届いているのでちょっと紹介させていただきたいと思います。ラジオネームにゃんとさん、友達の家に行きスマホを略奪します。反抗してきても力でねじ伏せます。すごいバイオレンスな方法で解決してますね。運を言わさずパシッと取って、ちょっと俺ら電池切れてるから借りるわなっつって、まあ、借りるとかじゃないんですかね。もう略奪って書いてるのも強引に行く感じですかね。もう何と言おうと契約だけはお前のとこにあるけど実機は俺のとこにあるからってことなんですかね。はい、次いきます。ラジオネームハニーさん、近くにある電気屋さんに行って見本で置いてあるスマホのアプリで遊ぶ。結局スマホかよね。はい、確かに結局スマホかよって感じだね。最終的に電池切れたら電気屋さんのとこ行ってまあスマホ使うみたいな、まあ、LINE とかが目的じゃないならそれでもワンチャンできますね。LINE とかそのあれだったらもう自分の端末しかできないんですけど、まあスマホでどうしても遊びたいとかいじってたいとか、まあ、Twitter ぐらいだったら見れますからね。多分電気屋にあるあれでも最悪鍵垢は多分見れないと思うんですけど。はい、ラジオネームルさんからいただきました。静電気を起こして充電した気持ちいいな。いいですね。いいですね。なんか気持ちだけね。気持ちだけでもバッテリーあるぞみたいな。こう切れたってこう自分で思っちゃうとやっぱ事実切れたことになっちゃうから。気持ちだけでもまだ電池あるぞみたいな気持ちでいる。まあその精神コントロールっていうか、メンタルの保ち方大事だと思います。はい、次。ワイテルズ半端ないってさんから。思い切りそのシチュエーションを楽しみましょう。その瞬間からリアルマインクラフト生活スタートです。まずは近くの木を手動で切って作業台を点々点。確かにもうスマホなくなったらもうすることないですから、現代日本人っていうのは。やっぱりスマホを失ってしまった以上、まあ何か、まあ、人と話すなり、まあもし孤独だった場合はもうサバイバルするしかないですね。もうこれは一択ですね、確かに。木を切って作業台を作るところからやっぱ始めないといけないと。そういうことですね。次いきます。ラジオネームもみじまんじゅうさん、スマホに向かってホイ見て唱える。でそれでも無理な場合ベホイ見て唱えるっていう風にランクを上げていきます。でそれでも無理だったら、タイムマシンを使って家を出る1時間前に戻って充電をする。これが無理だったらお手上げです。なるほど。まあまあすごい強引だし、別の異世界じゃないと多分通用しない方法ですけど、まあホイミベホイミを使う時代にスマホがあるのかどうかっていうのはね、ちょっと疑問ではありますけど、魔法っていうのはある種その未来的なものであったり、ある種古典的なものなように感じますけど、どっちなんでしょうね。まあでも、スマホにホイ見かけても多分復活しないと思うけど、まあまあまあいいや。はい。まあ、結構ざっくりバーってやったけど、ちょっと
たくさんいただいてるんですけど、ちょっと面白そうなものをいくつかピックアップさせていただきました。はい。まあ、こんな感じで、中村のなんかいいじゃんのコーナーをこれから、サクサクっと、チャチャチャっとやっていきたいと思いますので、まあ、短めにこうコンパクトな面白い回答をたくさんお待ちしております。では、次回の、ワイテナイトのお題、ワイテナイトの中の中村のなんかいいじゃんのコーナーの、なんかお題を決めようと思うんですけれど、何がいいですかね。どうしよう。じゃあ何がいいかな。トラブル解決法が結構なんかえぐいの基礎で面白いんだよな。前回とそのスマホのバッテリーが切れたとか。どうしようかな。じゃあいやめっちゃ悩む。どうしよう。やばい。じゃあ、じゃあ、こうしましょうか。これ僕もたまにあるんですけど、じゃあ、地元とかで、あんまり、そんなに、小学校時代、中学校時代、別にそんなに喋ったことないけど、まあ、なんか向こうがバイトしてたり、自分がバイトしてる時とかに、こう、お客さんとか、自分がお客さんで行った時とかに、会ってしまって、お互い顔は認識してるけど、ちょっと、なんて言うんでしょうね、話しかけるほどの関係ではなかった感じの時で、お互い気づいてるけど、すごい気まずい状況の時の打開方法を教えてください。これは僕の、歴史とした悩みでございます皆さんのちょっとファンキーな回答をお待ちしております。はい、そんな感じでこれからも僕に僕のお題にこうたくさん面白い回答で答えていただけたらなと思います。以上、中村のなんかいいじゃんのコーナーでした。中村湧いてないと湧いてるニュース。はい、皆さんこんばんは。ワイテルニュースのお時間です。このコーナーではワイテルズに関連する情報をざっくり紹介していきたいと思います、みたいな感じでいいのかなめっちゃアドリブで作ったけど、まあね、冒頭でもお話しさせていただいた通り、新コーナーのワイテルニュースをちょっとやってみたいなと思いまして、唐突に始めてしまったわけですけれども、初回はですね、特に話す内容も今決めているわけではないので、とりあえずまあおすすめ動画を紹介したいと思います。まあ、最近、夏休みに入って、こうなんか YouTube たくさん見てる中で、ワイテルズ見かけたよとか、ワイテルズって新しい、なんか、マイクラをやってるなんかよくわからない頭のおかしい6人組のグループを見つけたよっていう方のために、で、まあちょっとなんか面白そうだなと思ってるから、ちょっと最近ちょくちょく見てるよみたいな方のために、まあそういうね、人はあんま僕のこのワイテナイト聞く人あんまいないと思いますけど、聞いていただいたのであれば、まあ、ぜひね、ワイテルズの中で僕ら、実際本人、我々が、おすすめする動画をちょっと紹介したいなと思いまして、第1回はもうやはりクラフトなしでしょう、きっと。はい、まあ、僕らが一番最初に動画投稿を始めたシリーズ、まあ、つまり原点ですね。僕らの実況を始めた、ゲーム実況を始めた原点のマインクラフトの企画なんですよ。マインクラフトっていうのはもともとクラフトをしてこんないろいろなものを作っていくっていうゲームなんですけど、まあ、僕らが一番最初ゲーム実況を始めて間もなく一番最初に始めた企画が、クラフトをしないでエンダードラゴンを倒すという頭のおかしい企画でした。はい、あれが僕らワイデルズの原点でございます。まあ結構全部で13とか14ぐらいまで多分あったと思うんですけど、もっとあるか、もうちょいあるか、でもそんなもんかな、ちょっと確認取ってないんで分かんないですけど、10ちょいぐらいあります。10ちょい、はい。で、まあ、結構僕らのそのキャラ感とか、その辺でこうキャラが固定されていったとか、そのお互いの絡みの雰囲気とかも結構露骨に出てるんで、喋りはもちろん始めたてでものすごく拙くて、もう何言ってるか分かんないとか、話の趣旨ぶっ飛んだりするような会話が多いんですけれども、まあ、そこも含めて僕らの素なので、初めてワイテルズ知ったよとか、最近初めてワイテルズ見始めたよみたいな方にはぜひとも、そうですね、クラフトなしを見ていただければ僕らの相関図なりキャラ感とかが分かってくるかなと思います。まあありがたいことにですね、たくさんの
よく見ていただいているリスナーの方々にもクラフトなしは面白いと言っていただいているので、ぜひ最近その人狼 RPG とかコラボ企画とかで僕らを知ってくださった方にはぜひ、クラフトなしシリーズを見ていただきたいなと思う次第でございます。そしてそれに付随してもう一つお知らせがございます。ついになんとですね、マインクラフトバージョン 1.13 で海の世界のアップデートが来たわけですよ。これによって、まあ、海の中を泳ぐことができるようになったり、海底の生物が増えたりしました。海底というか海の生物が増えたりしました。まあここでですね、新しく登場するのは、新しく登場するわけではないんですけれども、クラフトなしのシリーズでまだ行ってない場所、海にあるよねみたいなことを皆さん考えたことありますか？もう僕らもあんま考えたことないんですけど。ってのもあって、近々ですね、クラフトなし第3章がスタートいたします。こちらはもうオフィシャルな情報なので、ぜひ皆さんもお楽しみいただければと思います。次に僕らの原点にして、原点回帰ですね。原点回帰としてクラフトなしシリーズをまた新しく、第3章としてやらせていただけることになりました。やらせていただけるというか僕らで考えたんですけど、やることになりましたので、ぜひそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。以上、ワイテルズに関連する情報をお届けするワイテルニュースのお時間でした。長野ワイテナイト。はい、そんなこんなで、そうですね、もうそろそろ、エンディングのお時間が来てしまったようでございます。そうですね、今回は新しいコーナーも始まりまして、ワイテルニュースというね、新しく視聴者さんからいただいた企画をちょっと採用させていただいたわけでございますけれども、何でしょうか、だんだんとコーナーの数も増えてきて、お便りもたくさん、もう本当にめっちゃいただいてるんですよ、実は。100何件ぐらい来てて、僕も全部一応読ませてもらって、全部読んで、この中でこの話したら面白いかな、みたいなのを考えながらいつもこう、選ばせていただいてるんですけど、本当にお便りの数が圧倒的に増えまして、やりがいがあるというか、それだけ聞いてくれている人がいるんだな、という、実感が湧いております。湧いてない人だけに。はい。決して下ネタではございません。はい。ね、決して下ネタじゃないよをつけると何を言っても下ネタみたいになるっていうのをちょっと最近考えつきました。はい、出来心でした。下ネタ的な意味じゃなくてね。はい、そんなこんなで、これから先も第10回に向けて、10回以降もですね、ぜひ頑張って僕の企画ワイテナイトを育てていけたらなと思いますので、皆さんと共に作っていきたいと思います。そんなこんなで皆さんからいただくお便りの宛先なんですけれども、概要欄の方に応募フォームがあります。お便りの応募フォームがございますので、そちらにラジオネーム と、どのコーナーにお願いする、どのコーナーに、やるのかな、お便り送るのかなっていうのと、本文をつけて、その3つをね、必ず書いていただいて送っていただけたらなと思います。たくさんのお便りお待ちしておりますので、これからもワイテナイトをよろしくお願いいたします。ということで、お相手は、ワイテルズの中村がお送りいたしました。それでは皆さん、良い夢を。バイバーイ。